文化庁が認定する地域の歴史的魅力や特色を通じて日本の文化伝統を伝えるストーリー、日本遺産。2020年6月、灘5号など阪神エリアで400年以上の伝統を受け継ぐ日本酒や酒造文化を国内外に知ってもらうため、兵庫県の神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市の5市が申請し、伊丹諸伯と灘の木一本、下り酒が生んだ名城地伊丹と灘5号が新たな日本遺産として認定されました。このストーリーの核となるのが、灘5号をはじめ5市の経済や文化を大きく発展させることとなった下り酒です。それでは下り酒の誕生や歴史を紐解いていきましょう。江戸時代以前の日本酒といえば白く濁った濁り酒でした。この日本酒の醸造に大きな変革を起こし、現在の日本酒の原点となったのが伊丹諸伯です。伊丹市で生まれた透明なこの澄み酒は、今までにない澄み切った口当たりの良い酒で、江戸では下り酒として大変な人気を博しました。当時の江戸では都がある京都や大阪など上方から送られる産物を下り物と呼び珍重しました。下り酒もその一つです。逆にそうではない産物は下らぬものとし、それが現在の取るに足らないもの、つまり下らないという表現の語源だと言われています。そんな下り酒は江戸時代後期になると、神戸市灘区や東灘区の灘一帯、西宮市など神戸西宮の沿岸地帯にある酒蔵によって醸造技術にさらに磨きをかけられていきます。やがてこの一帯は日本酒の一大産地として台頭し、西郷、御影郷、魚崎郷、西宮郷、今津郷の総称する灘5郷として現在まで続く日本一の酒どころとしての土台を築き上げることとなります。特に六甲山地の寒冷な気候や水、米など酒造りに適した自然に恵まれた地で作られた灘の酒は灘の木一本と呼ばれ、江戸でさらなる評判を呼びました。その大規模な需要に応えるため、それぞれの酒蔵では杜氏や蔵人などたくさんの人が酒造りに携わることになったのです。当時すべてを人の手で行っていた酒造りは職人の技が必要で、また寒い時期に夜を徹して仕込みを行うなど大変な苦労もありました。そんな苦労をいとわず、妥協をせず、丁寧に仕込むその技術や姿勢は現代も変わらず日本酒造りの基礎として受け継がれています。酒造りっていうと一麹二元三造りと言われるところなんです。この辺のところに灘5号のいわゆる木元造りの特徴があるんですね。まず一つ目、麹造りです。一麹はこういう稲わらと泥壁で固まれたところで麹米を作るんですね。冷ましたご飯をこう台の上に広げます。で麹菌って言ってます、もやしとか言われる。それをバーッと振りかけて蒸し炉をかぶせて日中や適温を保つということなんですね。麹菌はですね、お米のでんぷんを食べるとどんどん熱を出しながらお米のでんぷんを透過してくれるんですね。2日目放置すると熱40度超えちゃうんですよ。そうすると自分の熱で麹菌死んじゃうんですね。で熱が出ないように、高くならないように3時間から4時間ごとにかき混ぜて熱抜きをして、上下と入れ替え線をして、ということは1日目は放置状態でいいんですけど、2日目はもうほとんど寝れないんですよ。じゃあ二元って何かと言いますと、皆さんのそちらの方映像映ってますけども、元場でやられる作業なんです。ここではですね、木元作りの最大の特徴なんですけども、ああいった半切桶に麹米と蒸したご飯とお水を入れて一生懸命こうやって元すり作業をするわけですね。こうやってかき混ぜることで、この中に麹米が入ってますから、麹米がどん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 糖分を麹菌がですね、どん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 お米のでんぷん食べて糖化してくれる、甘酒作ってるみたいなもんなんです。そうするとこの甘酒は栄養分たっぷりですね、糖分だらけです。で空気中の雑菌がそこに飛び込んでいく。その中にですね、蔵に住み着いている酵母菌もいるわけです。
そうやって酵母菌とかいろんな雑菌が繁殖している中で、いかに酵母菌だけを育てるかっていうのは肝との最大の特徴です。どうやって酵母菌だけが成長するかっていうと、いろんな雑菌飛び込んだ中に乳酸菌っていういるんですね。その乳酸菌は糖分食べると乳酸という酸を出してくれるんです。この乳酸がですね、もう酸度が高くなってきますから、まあ、殺菌効果を発生するわけですよ。そうするとほとんどの雑菌は死滅する。残ってくれるのは酸に強い菌だけ。たまたま酵母菌は強いんですよ。そうすると他の雑菌がいなくなった中で、あとは酵母菌だけの優位な体制が整うんで、酵母菌だけが生き残ってくるという形です。で25日かかってようやっと酵母菌が 1g 中に2億個出来上がって種母の完成だということですね。ですから25日間かからないと木元作りの場合は元ができないということです。ですから昔の木元作りの場合ですと非常に手間暇かかって日数もかかったと、そうやって苦労して種母を作ってたんだというふうに理解してもらったらいいと思うんですね。そしてこの後酸作りとしてもろみを作ってお酒ができていきます。下り酒は最初は馬の背に積んで陸路で運ばれましたが、後に諸国の産物を積んで運航していた日垣海線を使った海上輸送へと変わっていきます。しかし日垣海線では船の構造上酒樽は船底に積まれ、江戸到着後の荷上げが遅かったこと、さらに下り酒は鮮度が命だったこともあり、蔵元たちは共同出資をして酒専用輸送船樽海船を建造するという思い切った手段を取りました。この樽海船の輸送で多い年には年間100万樽もの酒樽が運ばれたと言われています。これにより西宮灘の酒造産業がさらなる発展を遂げました。またこの樽海船の登場が日本の物流を変え、日本の経済発展の大動脈となっていくのです。例えば、日垣海線で航海している途中に、まあ、嵐に遭うと、でそうなると、まあ、船の重さを軽くしないといけないという、まあ、そういう状況が出てくるんですね。でじゃあその時に軽いものを捨ててしまうんですけれども、まあ、そういうのをまあ海に捨てちゃうと、でなんとかまあ江戸にたどり着いたと、でそうなった時にその捨ててしまった分の金額を、まあ、積んでた人みんなでまあ分担するわけですよね。でところがまあ酒樽っていうのはそこに積んであるから、まあ、ほとんど無事に着くんですけれども損金が発生してしまうんで、これはちょっとあの損であるというふうに酒屋さんは思って、じゃあもう酒樽だけを積んだそういう船を作りましょうということで、樽海船という形で日垣海船とは分けてですね、運航するようになったというのが、まあ、独立した理由というふうに考えられています。はい。上方からおよそ10日から2週間ほどで江戸へと運ばれた下り酒、現代は陸上輸送で全国へと運ばれますが、当時の下り酒の海上輸送はどんなものだったのでしょうか。当時は多くの蔵元が西宮の港から酒を積み込んでいました。樽海船の航海の安全を祈願して建てられた今津灯台は日本最古の現役木造灯台として当時の様子を伝えています。その当時積み込まれる酒樽は4戸樽およそ72リットルで、西宮灘にはそれを3000樽も積めるほどの大型の樽海船が70から80艘もあったと伝わります。実際に下り酒として運ばれた海上輸送を現代で再現してみました。灘の酒が入った樽を東京まで帆船で運ぶ試みです。また東京の人たちに向けたメッセージが書かれた酒樽も載せ、灘の酒を飲んでもらいたいという思いも東京へ届けます。そして今なお伝承されている酒造り歌を聞きながら江戸時代の人々の願いに思いを馳せて船を送り出します。さあいよいよ江戸時代から現代まで受け継がれている酒と思いを込めた菰樽を積み込んだ船が大海原へと旅立ちます。神戸を出港した船は大阪湾を抜け、和歌山県の潮岬を通り太平洋を東へと進みます。当時の樽海船は志摩半島や伊豆半島の山や丘に据えた方角石などを航海の目安にしながら沿岸の近くを航行しました。また
悪天候や無風であれば、現在の三重県志摩市の的屋湾や静岡県下田市の下田港などの風待ち港で天候の回復を待ち、江戸へと向かいました。さらに安全に運ぶだけでなく、新酒を待ち望む江戸っ子のために新酒番船というレースも登場しました。当初は14艘ほどの酒を積んだ船が大阪と西宮からそれぞれスタートし、江戸までの速さを競うレースで、最短で3日もかからず到着した船もあったそうです。江戸の人って多分初物が好きっていうことだと、初ガツオがすごくね、根が張ってしまって、かえって幕府が問題視するようなことにもなりますけれども、なのでその年の一番初めに行ったお酒って江戸の人が喜ぶだろうということで、おそらくやってるんだろうと思うんですけれども、信州番線の総一番になった船に積まれてるお酒っていうのは北海よりも1割2割ぐらい高くは売れるんです。だから積んでる分、いい値段で売れるなとは思うんですけれども、ところが途中で沈没しちゃうかもねというリスクがどうしてもあるわけですね。その通常その10日とか2週間かけていくのが2日3日で行ってしまうわけですから。なお航海中の破損を防ぐため、酒樽には保護剤として菰が巻かれていました。菰には酒の銘柄や各酒蔵の意匠が書かれ、一目で酒の銘柄や蔵元が分かる目印ともしました。現在も尼崎市ではこの菰の製造が行われ、神事や祝い事の席で華やかな酒樽を見ることができます。さて、大切な酒樽を積んだ船は富士山を左に眺め、その後相模灘を抜けて江戸へと向かいます。当時江戸へ入港するには積み荷の検査を受ける必要がありました。よくペリーがやってきたっていうことで有名な浦賀っていうところがありますけれども、浦賀に奉行所があってですね、船のですね、検問といいますか、荷物検査をやる、そういう機関があそこにあるわけですね。で、江戸湾に入ってくる荷物っていうのは一応裏側で検査を受けてから江戸に入っていくっていうのは一つルールとしてあって、 OK ということであれば江戸湾に入っていきます。で、これはもうレースであるこの下り酒の信州番線の時も裏側で一回検問を受けると、それぐらい一応厳重にやってるということですね。はい。航海を終えた現代版樽海船が東京の港に入港しました。神戸や西宮、東京の人々が出迎え、航海を無事に終え、下り酒がどのように運ばれたか再現できたことを祝い、その喜びとともに盛大な鏡開きが行われました。現代の最新の船や航海と違い、当時は悪天候や荒波に揉まれて難破してしまう船もありました。長い航海を終えた船の乗組員も、酒を受け取る酒問屋も、下り酒が無事に江戸に到着した時の喜びは現代と比べ物にならないほどだったことでしょう。当時下り酒をはじめ諸国から運ばれた酒が集まるのは現在の東京都中央区日本橋にほど近い新川でした。江戸城に近く諸国の産物が集まる中でも、江戸新川は酒問屋をもって天下に知られと歌われたほど日本酒の一大市場でした。現在も江戸菓子や新酒番線での一着を喜ぶ様子を再現したジオラマや樽海船の模型などを展示し、江戸時代の海運や港の文化を紹介する港リエで当時の様子を伺い知ることができます。また酒問屋の守護神として酒類業界で特に親しまれているのが下り酒の歴史を物語る神社、新川大神宮です。現在でも灘からの下り酒などが奉納されているほか、例大祭では酒問屋衆が蔵元衆とともに江戸時代から変わらぬ商談成立の儀式である新川締めと呼ばれる手締めを行うなど、下り酒によってもたらされ今なお大切に受け継がれている伝統や歴史をふと垣間見られる瞬間があります。やはり灘からゆっくりと船で、お酒が樽に積まれて入ってくると、やっぱりお酒というのは樽に詰めてもすぐ香りがつくわけじゃありませんので、ちょうどその4日なり5日ぐらいがちょうど樽にお酒が入っていい樽酒になるんではないかなと、それが味わえたとこのように思いますね。こうして神戸から東京まで下り酒を積んだ船の海上輸送は、灘のお酒をただ運ぶというだけでなく、江戸、
東京の人たちとの関わりも深く、それぞれの日本酒文化の発展に大きな影響があったと言えるでしょう。さらに下り酒は関西の経済や文化を豊かにし、下り酒を運んだ樽海鮮も物流の面で日本経済を活性化する原動力となりました。そして清酒発祥の地伊丹、今なお日本一の酒どころ灘5号で作られる日本酒は人々の輪をつなぐ原動力となっているのです。